はい、今回は第5文型のその2、地殻動詞ですね。地殻動詞を用いた第5文型です。訳し方としては、 O が C ですね。この目的語ですね。これが O です。 O が C するのを、あるいはしているのを、地殻動詞というのは3種類あります。視覚、聴覚、触覚なので、見たり聞いたり、あとは触れて感じたりとかですね、そういった文の形になります。視覚からいきます。視覚の動詞は see とか、他には watch とか look at とかですね、こんな動詞があります。私は彼が車に乗り込むのを見たっていうふうに言いたかった場合、 I saw him、 ここに視覚動詞がありますね。私は彼を見ました。ここまでだと私は彼を見ただけになっちゃいます。もうその後に彼が何をするのを見たのか、ここに動作を表す、これですね、 get in a car、 車に乗り込む。これで O が C するのを見たんです。彼が車に乗り込むのを見たんです。で、この保護の部分ですね。今まで保護っていうのは名詞か形容詞でした。でも、今回、地殻動詞を用いる場合、これは動詞の原形を入れてください。で、彼がですね、車に乗り込むのを見ましたよと。で、ここ S とかつけないでね、ここが頻務だからと。これで、第5文型の形になります。じゃあ、聴覚の場合はどうでしょう。Here ですね。他にはListen to っていうのもあります。私は彼が歌を歌うのを聞いた。I heard him。ここに地殻動詞があって、彼がですね、歌うのを、ここにも同じように動詞の原型が来ます。Sing a song ですね。これで彼が歌を歌うのを聞いたと。で、ちなみにこの sing が singing になったらどうでしょうか。I heard him singing a song。この場合は、彼が歌を歌っているのを聞いたになります。こっちもですね、I saw him getting in a car だったら、彼が車に乗り込んでいるところを見たんですね。ここですね、何々している。なので、この動詞の原型、C の動詞の原型の部分が ING になったら、何々しているのを見た、何々しているのを聞いたっていう形になります。次の触覚ですね、触覚を表す動詞は、はい、feel っていうのがあります。例えば、空気が冷たく感じましたよって言いたいとき、I felt the air ですね。felt というのは feel の過去形です。この空気がどうだと感じたのか。ここに来るのが cold ですね。O が C だと、感じましたよということです。で、この場合は普通の形容詞が、保護として入っています。まあ、こんな感じですね。地殻動詞です。で、他にこんな使役動詞というのも一緒に見てみましょう。これは O に C をさせるという意味です。母は僕にトイレ掃除をさせました。My mother、 ここに動詞が入りますね。僕にですね、clean the bathroom、トイレを掃除させた。これは動詞の原型が来ます。で、ここに入る動詞は、made ですね。make の過去形です。make、人、do で、人に何々させるっていう意味になります。じゃあ、最後これ、この地殻動詞ですね。使役動詞の受動態を見てみましょう。受け身形ですね。私はトイレ掃除をさせられたって言いたかったらどうしましょう。次ですね。B 動詞プラス過去分詞っていうのが来ますよね。受け身になります。私はさせられました。トイレ掃除をなんですが、この動詞の原型の前に、はい、この to を入れてください。受け身にするときは、I was made to clean the bathroom なので注意してください。次も一緒です。私は漫画を読んでいるところを見られた。今度は地殻動詞ですね。私は見られましたというふうにまず言います。I was seen です。で、次です。読んでいるところなので、進行形で B 動詞プラス ING。でもその前に to が来ます。to が来て、この B 動詞の原型ですね。で、B 動詞、プラス ING。これで何々しているところっていうのを、ここもですね、ちょっと注意してください。to を忘れないように。はい、今回は以上です。ありがとうございました。